交通量はそれほど多くない国道ではあるんですけれども、札幌のお客様と、それから函館のお客様と、そういった都市圏からのお客様と、我々、田舎の交流の場として当初は設計されました。働いている人間の9割は町民ですし、パートさん、社員、アルバイト含めですけれども、なので町民にとっての雇用の場になっているというのは間違いないなと思いますね。黒松内に観光名所がないものですから、ブナを使って町づくりをしようという動きが30年ほど前からありまして、館内の木に関してもブナを使えるところはブナを使って、コンクリートじゃない温かみのある内装を心がけたい。裏の窓を大きく取りまして、こちらから緑が差し込むように、本当にお客様にゆっくりしていただけるという声をよくいただくので、そこは大事にしていきたいなと思いますね。トーベルという言葉がまず乳製品ですとか肉製品のブランドとして考えられた言葉なんですね。そのブランド名をそのまま工場の名前にして、でそれを売る施設としてこちらが作られて、乳製品と肉製品を作っていて、美味しく食べるためには何が必要だろうという時に思いついたのがパンで、例えばハムをパンに挟んでこちらでテーブルでお召し上がりいただきたいと。町民自らがうちの町には何にもないと言ってしまうような町だったんですけれども、今私が胸を張って言えるのは道の駅がありますということです。でやっぱり何度も言いますけど、道の駅黒松内の売りというのはパンとピザですので、それが集客力になって、この20年その集客力を保ってきたという自負もありますので、ぜひともその味を体感しにいらっしゃっていただきたいと思います。